SCP-1283JP。 アイテム番号 SCP-1283JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1283JP の区域外周及び工術のアルファ方面、ベータ方面用通路には、一般的なスチールフェンス及びゲートを設けて部外者の侵入を阻止してください。公的にはこの区画は私有地であるとし、フェンス上にも同様のケージプレートが等間隔に配置されます。フェンス並びに区域内要所には監視カメラを設置し、許可のない侵入に対しては警備職員による早急な対応が行われます。区域及び SCP-1283JP を通過する鉄道線路は現役路線であることに留意し、この鉄道線路を介した接触に対しても常時警戒してください。真に勇者による当該オブジェクトの活性化過程は付近の職員による区域立ち入りにより強制的に中断させることが可能です。活性化がなされた場合は非活性化までの内部での様子を定点観測機器により記録し、その後に真に勇者への詳細な聴取を行ってください。聴取後の真に勇者へは侵入、活性化に失敗した等の虚偽の記憶を植え付け、通常の侵入事案と同様に解放されます。説明 SCP-1283JP は東京都八王子市郊外に存在する第一指向踏切道です。外見、機能上は他の一般的な踏切道と相違ないものに見え、工術の特異性の他に特筆する異常は現状確認されていません。の丘陵上を緩やかに登る小道と、それを十字状に横切る線の鉄道路線の交点に位置しています。SCP-1283JP は以下に列記する14の要素が全て重なることをトリガーとして活性化過程に入ります。1個の区域への真に勇者が親しい人物との死別を経験していること。2通路のアルファ方面1から区域へ侵入すること。3SCP-1283JP の半径200メートル以内に真に勇者以外の人物が存在しないこと。4日本時間における AM2 ちょうどから SCP-1283JP の前で20秒以上目を閉じ、要素1の個人との再会を強く念じること。SCP-1283JP が活性化過程に入ると真に勇者は遮断機の降りる音、追って鉄道車両、両の接近音を認識します。3個の接近音及び活性化過程は真に勇者が途中段階で目を開くこと。及び録音を除く可動継続治癒の観測機器が存在することでそのまま遠ざかり、中断、非活性化されます。この状態を得た場合、以降同日中にオブジェクトが再活性化することはありません。真に勇者がそのまま目を閉じ続ける、加えて過程開始後一定時間内に蒸気の観測機器が停止されると。その接近音は真に勇者の前を通過したように認識されます。この音響は録音機器においても同様に記録可能です。この時点より通過音が遠ざかるまでのおよそ20秒ほどの間、真に勇者や羽目を開くことができずに停止した観測機器の再起動も不可能な一時的硬直状態となります。オブジェクトはここより活性化過程から完全な活性化状態に入ります。時間経過により蒸気の硬直状態が解けると、真に勇者は降りたままの遮断機を挟んだ自らの正面に要素4にて再会を念じた個人の姿、SCP-1283JP-A と指定、を視認します。これは再起動された観測機器でも確認でき、その外見的特徴は概ね当該人物が生前心身の状態が安定していた時点の姿であるとされます。ただし硬直が解除されると同時に、活性化過程でも使用可能であった録音機器には、以降オブジェクトの非活性化まで由来不明の継続的なノイズ音のみが記録されるようになります。真に勇者は出現した SCP-1283JP-A が、自らが個人であることを認識した上での自身との明確なコミュニケーションを取ることが可能であると主張します。SCP-1283JP-A が出現している間、SCP-1283JP の半径100メートル範囲への他者の侵入は未知の効果により不可能となり、加えて真に勇者自身による SCP-1283JP-A に対する遠隔的接触や攻撃行動、遮断機を超えた直接的接触等も同様の効果により阻害されます。SCP-1283JP-A 出現から20分程度の時間が経過すると、ベータ方面の通路奥より SCP-1283JP-A
1283JP、B に指定される未知の人型実体が出現します。SCP、1283JP、B は白い衣服を身につけた4歳前後の幼児に見え、現状その性別、民族、人種は不明です。SCP、1283JP、B は通常笑顔を浮かべながら SCP、1283JP、A の元へと接近し、主に上着の裾や手の先などの末端部分を自らの出現した方向へと引き始めます。この行動に対して SCP、1283JP、A は多少の無視及び抵抗が可能であると推測されますが、この場合 SCP、1283JP、B は次第に不満な表情を見せ、引き方に乱雑さが現れ始めました。結果としてこれまでの観測上長くとも SCP、1283JP、B 出現後数分以内には、SCP、1283JP、A 側が SCP、1283JP、B の要求をしぶしぶ受け入れるようにして真に勇者とのコミュニケーションを終了させています。コミュニケーションが終了すると、SCP、1283JP、A は多くの場合 SCP、1283JP、B と親しげな様子を見せ、手をつなぐ、笑みや談笑を交わすような仕草でベータ方面へと移動を開始します。両者が曲線通路に沿って進行しだちなら武器儀によって視認不可能となると、それに続き活性化中を利たままであった遮断機が開きます。この時点をもって他者の侵入及びベータ方面への進行を妨げていた未知の効果が解除され、オブジェクトは非活性化したと判断されます。SCP、1283JP は1900年に設置されてから22財団がその存在を認識。隔離措置を講じるまでの約年の間地元住民により利用されていましたが、その特異性が設置後の時点から発現したのかは不明です。SCP、1283JP の異常性は一部の近隣住民並びにインターネット上にて発症元不明の都市伝説として扱われており、それらの証言及び実際にオブジェクトの活性化を経験した人物の存在を財団が認識、調査の結果噂としてルフしていたものと同様の異常性が発覚したことにより収容に至っています。SCP、1283JP 活性化記録以下に財団が把握している SCP、1283JP の活性化に関する情報を列記します。記録 1283JP、1、日付2000年。月、日。真に勇者10代男性。出現した SCP、1283JP、A 実体真に勇者の元交際相手。記録男性は SCP、1283JP、A を数ヶ月前に事故死した自らの交際相手であると主張。口頭で SCP、1283JP、B を天使と表現し、天使に呼び戻されるまでに再度の会話、お互いの意思の疎通及び現実では叶わなかった最後の別れをこの場で交わせたとして、この現象に好意的感想と感謝の意を述べました。中1財団が最初に確認した SCP、1283JP 収容以前に発生した活性化の証言です。男性は学内の知人から噂としてこのオブジェクトの存在を伝聞し、半信半疑で活性化行動を行ったと供述しました。言及された男性の知人への聞き取り調査も行われましたが、さらに別の知人からの伝聞であると主張。話の出どころには未だ至っていません。中2財団による聴取後、当該人物による再現実験が行われましたが、SCP、1283JP が活性化することはありませんでした。以降の検証も重ね、このオブジェクトで一度 SCP、1283JP、A として出現した個人は以降 SCP、1283JP 活性化の対象とならないことが確認されました。実験記録 1283JP、3、日付2000年、月、日。真に勇者20代男性。出現した 1283JP、A 実体10歳前後の男児。記録男性は SCP、1283JP、A を病死した自らの弟であると主張。事前に用意されていた外見資料と音も一致を示しました。男性に SCP、1283JP、A との交流を指示したところ、問題なくコミュニケーションが成立しました。その後 SCP、1283JP、B が出現すると SCP、
1283JP、A は男性と別れを告げ、24分32秒時点で共に消失。注意項、コミュニケーションの内容は実験終了後の真に勇者の証言より記述されます。実験記録 1283JP、4、日付2000年、月、日。真に勇者30代女性、出現した SCP、1283JP、A 実体推定60代前後の男性。記録女性は SCP、1283JP、A を数年前に死去した自身の ZIP であると主張。担当班の指示により SCP、1283JP、A に対する各種聞き取り調査が行われましたが、その由来に関する明確な情報を得ることはできませんでした。SCP、1283JP、B に対しては、お迎えの子、という表現が使われ、抽象的ではあるものの好意的な反応が示されました。SCP、1283JP、A の言及する個人当人の情報や女性に関する記憶内容はその全てが正確であると確認されています。SCP、1283JP、A は女性の近況や健康状態について頻繁に問い、その息災を願う言動を繰り返しました。SCP、1283JP、B と共に23分50秒時点で消失。実験記録 1283JP、7、日付2000年、月、日。真に勇者90代女性、出現した1283JP、A 実体旧国民服を着用した推定20代前後の若年男性。記録女性は SCP、1283JP、A を戦没した自らの配偶者であると主張。年代の開きによるそごなく双方のコミュニケーションが成り立つこと。加えて SCP、1283JP、A は自らの死後に発生した事象について知識を持たないと再度確認されました。このインタビューにおいても、SCP、1283JP、B への抽象的かつ強い好意表現が示されています。SCP、1283JP、A は女性に対して創生を浴び、自らの愛情と再度の別れを告げました。SCP、1283JP、B と共に21分58秒時点で消失。実験記録 1283JP、10、日付2000年、月、日。真に勇者40代男性、財団勤務職員。出現した1283JP、A 実体60代男性。記録男性は SCP、1283JP、A を2000年、月、日の SCP、JP 暴走時に殉職した。当時のオブジェクト管理官であった、実験主任であると主張。同時に観察映像を確認した担当班員もそれに同意を示しました。前述の SCP、JP 暴走事案において、当該オブジェクト研究の重大な情報がその保持者であった、主任と共に喪失されていました。この更新において、SCP、1283JP、A から喪失した情報の組み上げに成功、またその情報の正しさも後に証明されました。SCP、1283JP、B と共に19分18秒時点で消失。実験記録 1283JP、11、日付2000年、月、日、インシデント、1283JP、1。真に勇者30代女性、財団勤務職員。出現した1283JP、A 実体30代男性。記録女性職員の志願による実験。女性は SCP、1283JP、A を事故死した婚約者であると主張。この時点までに浮上していた疑問点解消のための各種追試験が行われました。しかし、それまでの平均時間を大きく縮めて SCP、1283JP、B が出現。さらに、この際完全に同一の姿をした2体目の SCP、1283JP、B が出現しました。両者ともに SCP、1283JP、A の衣服をベータ方向へ引く行動をとり、それによりこれまでの前例よりも大きく早まった12分20秒時点で SCP、1283JP、A はコミュニケーションを終了。1283JP、B 群に挟まれるようにして左右両手をつなぎ、ベータ方面へ移動を開始しました。13分8秒時点で消失。記録 1283JP、112。インシデント、1283JP、2、B 予定されていた2000年、月、日の実験準備及びリハーサルのため、
前日23より担当班が区域での作業を開始しました。作業開始から1時間弱が経過した14に、一切の活性化要素及び SCP-1283JP-A の出現が満たされていないにもかかわらず、ベータ方面より SCP-1283JP-B が出現しました。4SCP-1283JP-B は前回実験時からさらに数を増やした計8体であり、その外見は全て完全に同一のものでした。この事態を受けて、担当班は急遽 SCP-1283JP-B との意思疎通を試みました。担当班職員により SCP-1283JP-B に対してその出自や起源などがインタビュー形式で問われましたが、SCP-1283JP-B は全個体がインタビュアー及び背後の担当班職員に対しひたすらに無言で笑顔を向けるのみであり、一切の情報収集には至りませんでした。以後活性化時刻である2を迎えるまで SCP-1283JP-B はその場に留まったままであり、やむを得ず SCP-1283JP-B 群がすでに出現した状態での実験開始が許可されました。真に勇者40代女性、出現した 1283JP-A 実体20代男性。記録、インシデント、1283JP-2-B 活性化過程にはこれまでの前例との差異はなく、通常通りに手順がなされました。真に勇者が目を開く並びに観測機器が再稼働されると、SCP-1283JP-B 群は出現した SCP-1283JP-A に群がるようにして、その身体の各所を強く引いている様子が確認されました。数秒後には SCP-1283JP-A はその体勢を崩し転倒。SCP-1283JP-B は転倒した SCP-1283JP-A の衣服や手足、頭髪などをつかみ、半ば引きずるようにして移動を開始。この際 SCP-1283JP-A や SCP-1283JP-B はその状況にありながら共に40万面の笑顔を浮かべ。なおかつ SCP-1283JP-A は何らかの談笑を行っているかのような仕草を消失までの間見せ続けていました。活性化後2分40秒時点で双方ベータ方面に消失。不機インシデント、1283JP-25 の実験は現在延期されています。しかし、この事案以降 SCP-1283JP 区域内に蒸気実験に携わった担当班職員、及び関係者が立ち入る時、入ることで、実験の有無や時間帯に関わらず数十分以内に SCP-1283JP-B 群がベータ方面より出現することが確認されるようになりました。SCP-1283JP-B 群との意思疎通は依然としてなされておらず、観察される行動は一律に、接近した職員に対する満面の笑顔のみです。区域内の職員が外部へと退出することで、SCP-1283JP-B 群は数分以内に自発的に移動、消失します。SCP-1283JP-B 群の出現個体数は実験後複数回に分けて増加しており、現時点で15体までが確認されています。ホイ 1SCP-1283JP 収容につながった都市伝説の伝播経路を遡るうち、過去ある時期より以前の噂には、出現した個人は鉄道に乗り換えてゆく、という付加情報が存在していたことが確認されました。この情報がいつどのような過程で失われたのかは不明ですが、担当班はその背景に未確認かつ複数のオブジェクト活性化事案が存在するとして、調査を継続しています。加えて蒸気の付加情報より、SCP-1283JP の異常性が過去何らかの要因により変異した。もしくは SCP-1283JP と SCP-1283JP-B の存在が本来起源を異にするものであるという推論もなされています。現状これらの議論はその裏付けまでに至っていません。ホイミ2000年、月、日、SCP-1283JP-A 出現から消失までに録音されるノイズ音には共通する同一のパターンが存在することが音響班により確認されました。
確保している録音記録群を解析したところ、その全てが同一の形式で強く歪んでおり蒸気のパターンをもとにその構造を解析することで、これまでに録音されていた個々のノイズ音から、本来の音響を推測、復元することに成功しました。復元された音声データは現時点で確認される限りその全てが、に類似した未知の音響と、実験当時出現していた個人のものと一致する絶え間ない絶叫でした。